はい、どうも皆さんこんばんは、まや一成です。今日はですね、千円札が10枚に増えてしまうマジックのご紹介です。それでは解説どうぞ。はい、ではまず用意するものなんですけれども、千円札1枚と1万円札10枚をご用意ください。まあ、もしですね、1万円札10枚用意するのが大変だっていう場合はですね、千円札が千円札10枚に増えるというパターンでもできますので、どちらでも大丈夫です。はい、今日は千円札と1万円札を使ってやります。まずですね、1万円札はあらかじめセッティングしておく必要がありますので、1万円札10枚の折り方をご紹介します。まずこんな風にですね、お札を半分で、こんな風に揃えた状態できっちり折ります。はい、そうしたらですね、それぞれの両端を真ん中に合わせてこのような状態で折っていきます。反対側も同じようにして折ります。はい、このように折りましたら、最後にですね、これをさらに半分に折っておきます。はい、でこの状態のものを左の肘に隠しておきます。この二重になっている側がですね、自分の体の外側になるようにして、この曲がったところに挟むことになります。はい、そしてですね、まずこのように置きましたら、一度この状態で肘をこう倒して、でここでですね、長袖の袖の部分を少し一緒に引き込みます。こういう状態になります。今服の布地で隠れていて、こうするとですね、どこから見ても腕を曲げているように見えます。そして出すときはですね、これ肘が伸びると、こんな風にしてですね、お札が出てきます。ちょっと今 T シャツなので、パッと出てきませんけど、これスーツのジャケットとかだとですね、伸ばしただけで割とパッと出ますので、慣れてないうちはですね、スーツの方がやりやすいかもしれません。はい、そしてですね、演技としましては、まずこの状態で両手を見せます。そしてお札を8分の1まで折りたたみます。この正方形になる状態まで折りたたみましたら、ここでですね、できる方は一度フェイクパスをして、お札が消えたように見せて、前からお札が現れたように見せます。はい、そして左手の指先でまず右手の袖をこのようにまくります。一旦ここでお札を渡します。次に右手を見せてから、左手の袖をまくるんですけれども、この時に肘を伸ばすと、ここに隙間ができますね。ここに親指を入れて袖を引っ張り出す動作をしながら、ここでお札をスチールします。はい、正面から見ると、右手を見せて袖をまくり、左手に渡します。左手の袖をまくり、ここでスチールをします。こういう状態です。でここまで取りましたら、あとはですね、もう一度ここで左手を見せます。左手のこの位置ですね、フィンガーパームのポジションにこのように千円札を置きましたら、この状態のお札を上から、叩いてですね、あとは広げていくんですけども、こういう状態になってますんで、こうしたらゆっくりここで観音開きの状態で広げていきます。またこの時点では千円札が1枚に変わったように見えるんですが、ここでまだずらさなければ、厚みが特に
あのステージなんかの場合気づかれづらいと思いますね。そしてゆっくり、このように1枚ずつ広げていきます。はい、そして1枚になったことを示します。はい、最後にこの状態で、10枚になったことを示して、あとは必要であればお客様にですね、このお札を渡して、それミスディレクションで千円札はポケットなんかにしまってしまいます。はい、以上がこのマジックになります。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今日のマジックはですね、かなり豪華な千円札が10枚になってしまうというマジックをご紹介いたしました。まあこれもちろん千円札がですね、千円札10枚というふうにやってもいいですし、違うお札が用意するのが大変な場合はですね、例えば1万円が10万円に増えるでも構いません。あるいは大きなレシートがですね、お札10枚に増えてしまうということでもいいと思います。また皆さんご覧になりたいマジック、知りたいマジックがありましたら、コメント欄に載せていただきましたら今後の参考にさせていただきたいと思います。この動画が面白いと思いましたら、ぜひグッドボタンと、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。